3位決定戦、近い、いきなり近い。高山から龍者振りまして、モッチソロのオーガ、そして茶番ハイルール、毎試合ソロだろうがカラーだろうが変更ありなんで、相手見て好きなのを選んでください。まあ、体力半分になるのでレイジ、さあこれはソロ側としてはちょっと美味しい。でまだ体力はいっぱいあるので、角度を焦らず行きたいけど、全く見えない暗月、ちょっと両パン投げ掴まれたら半分ちょい死んだんじゃね。さあ減りすぎ。正直ソロとタッグ、俺程よくバランス取れてると思うんですけど、さあこれコスティ空中気にして無駄だ。さあ開幕からアトラス決めて赤ゲージを消す方向、おっとアサルト使う、大丈夫ソバに、大丈夫、自己進化して大丈夫とか言ってる割には何が起こったよく分かってるんだけど。さあモリモリと赤ゲージ増やしていき、かんない中段振り回し、さあ3位決定戦壁強、じっくり嫌われて追撃できないもセットカウント2-0。さあ3強マスターが先に2本取るですが、ベスト81回戦で僕も2本取られてから逆サンダーで食らってるんで、ここから全然3マスで負けるパターンもありえます。連続連携開始中段、たった2個の技、3個の技で体力6割ゲット、対するモッチあまり減ってない。投げ通して本人も見えなくなっている。さあレイジャー、そして仁王立ちと思ったら一瞬にして近づいて風車が出てレイジャーと、今回はワンチャン圏内よく分かんない技が出て、さあユーリフレーム10フレで暴れていき、中段右投げ抜けていけ、リンネ KO ラウンド4。そのオーガとかマジバカボンなんだよ、もう今まで本当ただの可愛い生き物だったのに。あー距離ができる、拾えない場合お願いナックル部分、当たって早く死んでくんねえかなと言わんばかりに振ります。ここで1回目のレイジ発動したモッチーの方がアナザーディメンションから、うおやばいってやばいって、捕食が始まる、捕食が完全に人を食うモード、逃げて。オーストライトールがうまく空中受け身でダメージ軽減。さあ最後のレイジ、何が当たっても死んじゃうんじゃないのこれ、ダッシュ、トーナメがダッシュ左投げ。3位は3強マスター、4位ウォッチ。